Good morning, everyone! Good morning! Ladies and gentlemen の皆さん、今日はどんな感じですか？あなたの心のビタミン C になりたいわけよ。ちょんまげの C になりたいわけよ。まげひらの C になりたいわけよ。で、いくよ。木曜のまげひらニュースで GO! Yes! そう今日も一緒にキラキラしましょう。何を用いて、ドン。そうです。琉球新報の朝刊ですよ。さてさて、今日は何が載っているのかな。見て、今日気になったのこれ。医療ケアの子ら不安。実はね、今日何の日？今日防災の日よ。そう、地震とか起こったらどうすんだろうって改めてみんなで考えてみようみたいな会ね。あ、会じゃない、日ね。で、その中で、まあ、琉球新報の中にも記事がしたためられてて、医療ケアの子らの不安っていうところなんだけれども、僕らだって怖いじゃない。地震が起こったらどこに逃げるか分かる？俺分かんないね。だからこういうの改めて考えるんだけど、医療的ケアが必要な子どもたちって、例えば痰の吸引が、定期的に必要だったりとか、あと呼吸器をつけてじゃないと今のところ生活ができないんだっていう子どもたち、その医療的ケアが必要なお子様のいるお母様やお父様はどうしたらいいんだろうっていう不安を抱えているはずなんだよ。で、その不安をこうどうやって解決していこうかっていうのをみんなで考えるのもいいんじゃないかなっていうのを僕はなんとなく思ったので今日発信してみます。地方自治体でもね、結構そういった策は打ってるんだって。行政的にケアできますよみたいな策を作ったりとかね、あと名簿を実際に作ってみたりとか、その該当しますよっていう方々、でも実際に該当している方々がそれ知らなかったりするわけ。まあ自治体のPR がもう少しっていうところだったり、あと実際にそういうのを考える機会が、まあ日々大変だからね、結構そういったことを考えることが少なかったりするんだけれども、まあ今日という日を機にですね、お互いにそれを考えて、さらに自治体と医療的ケアの必要なお子様のいるお母さんやお父さんだけが考えるのでなく、一緒に地域に住んでいる我々も考えてみる必要があるんじゃないかなと思いました。地域に目を配って互いにつながっていく意識みたいなものが、ふんの少しでもこんぐらいでいいから、こんぐらいでいいから今日という日を用いて考えると、多分10年後はこんなことになってるから、そうするとこの広げた手いっぱいで優しくみんなで抱きしめることができるから。そうよ、やっぱり地域は優しさよね。我々がもう少し互いにホクホクできるような生活環境っていうのを我々自身が築いていく必要もあるのかなというところで、この防災の日にちなんで、周りの人々を改めて見ていこうかななんて感じています。はい、ということで今日もキラキラハピネスご視聴くださいましてありがとうございます。来週もまた同じ時間にスマートフォン越しに会いましょう。木曜のマギヒラニュースで GO! よし。